ヒームの守備に大絶望してしまう。ノースロンドンダービー後半80分から投入されたスターリングだったが、あかん、ラヒームの守備不安すぎる。ラヒームの守備位置怖すぎるっぴ。スターリングのケツにローター仕込んだら守備すると思うんだ。スターリングは守備する日はめちゃくちゃ守備するよ。守備のやり方知ってる人だから、それがいつになるかは神しか知らん。マルティネッティをずっと見てるからなのか、スターリングの守備がアリバイ守備にしか見えなかった。自分の気のせいであってほしい。ベンチから戦況を見守ってたスターリング。なんだこのチーム、前にいたチームより100倍強いやん。スターリング、こんだけ守備硬いなら俺サボってもよくね。スターリングは守備時の蓋を見たびおいしないわし、カウンター時チンたら戻るわ、そもそも状況判断でアタフタしまくるわ、で劣化とかそういう次元じゃないだろこれ。状況判断はまだしも最初の2つは途中出場なんだから頑張れよ。スターリング指差し指示だけは一流なのほんとくさ。なお同時投入のジェズスも話題に。地味にジェズスも守備意識下がってるからな。ジェズスもスターリングも試合の終わらせ方ってのを全く理解できてない。シュートで終わることもせず、ロスとして味方の負担を増やしているだけ。明らかにパス出せるシーンで、でもリスクがあるからプレイキャンセルしたヌアネリの方が100倍賢い。ジェズスとスターリングが全く同じような感じでドリブルで運んでみたものはいいものの、となっていた。ジェズスとスターリングのプレイ選択は信用できない。